アルトゥーロ・メルザリオはイタリアの元レーシングドライバー。また1978年から1979年にかけて参戦したコンストラクター、メルザリオのチームオーナー。性は、メルザリオ、メルズワリオと表記されることもある。マールボロのテンガロンハットがトレードマーク。コモ県、チベンナ出身。コクピット内部に潜り込むようなドライビングスタイルが、 特徴。1960年代からイタリア国内やヨーロッパでスポーツカーレースで活躍。1970年よりスクーデリアフェラーリに加入した。フェラーリ 312PB をドライブするメルザリオ1972年にスポンサーのマールボロの支援によりスポット参戦ながらフェラーリから F1 デビューし6位入賞。この年は スポーツカーレースを優先し、同年のスパ 1000km、タルガフローリオなどを制した。1973年はフェラーリから F1 にフル参戦。フェラーリからのイタリア人ドライバーの F1 フル参戦としては、1967年にシーズン中に、事故死したロレンツをバンディーに以来のことであったが、この年のフェラーリは設計ミスと安定性のない。 マシンにより視聴も上げられないほどの低迷ぶりを見せ、同僚のジャッキーイクスと共に悪戦苦闘を強いられる。結局最高位は2度の4位に止まり、チームとしても合計12ポイントしか獲得できないという惨憺たる結果に終わる。このことについて、当時のフェラーリ総帥だったエンツォ・フェラーリは、生前、彼にはすまないことをしたと語っている。 1974年からはフェラーリを離脱し、フランク・ウィリアムズのチームから参戦。度重なるマシントラブルに泣かされたが、1974年の地元イタリアグランプリでは4位入賞を果たす。また1975年のイタリアグランプリのみ、指の骨折で欠場したウィルソン・フィッティパルディの代役として、フィッティパルディから出走した。 1976年はマーチから参戦するも、シーズン途中で、ウィリアムズに復帰。その復帰初戦となった、ドイツグランプリでは、ニキラウダの大事故に遭遇したが、ブレッド・ランガーや、ガイエッドワーズ、ハラルド・アートルラと共に、ラウダの救出に当たり、このこともありラウダは顔面に大火けを負ったものの、一命を取り留めた。1977年には、自らがオーナーとなり、 自チーム、チームメルツァリオを設立。初年度は、マーチのシャーシを購入しての参戦だったが、完走は出走した7戦中1戦のみに終わる。また、対12戦オーストリアグランプリのみ、自チームからではなく、シャドウから出走している。チーム2年目となった1978年は、マーチのシャーシを改造し、独自のマシンである、メルツァリオ A1 を制作。 コンストラクターとして参戦したものの、16戦中、完走ゼロ、予選落ち6回、予備予選落ち2回という散々な成績に終わる。またイタリアグランプリのみではあるが、アルベルト・コロンボを2代目として出走させている。1979年は、序盤4戦は、前作の改良版、メルザリオ A1 バイトで参戦するも完走ゼロ、その後新車、メルザリオ A2 を投入。 また、シーズン途中で撤退したカウゼンから、マシンパーツを買い取って、メルザリオ A4 も製作したが、A2 を投入した第5戦以降前戦で予選落ちを、喫してしまい、メルザリオは、チームと共にこの年をもって、F1 から退いた。なおこの年のモナコグランプリのみメルザリオの代役として、カウゼンのドライバーだった、ジャンフランコ・ブランカテリが出走した。 F1 からは引退したものの、その後も、イタリアやヨーロッパのスポーツカー選手権に参戦を続け、アルファロメオなどのワークスドライバーとして1990年代まで第一戦で活躍した。現在もモータースポーツへの情熱は衰えておらず、様々なレースに、スポット参戦しているほか、イタリア国内で、ヒストリックカーレースに参戦しつつ、レーシングドライビングスクールを経営したり、 モータースポーツイベントのために来日したりしている。ありがとうございます。